形。塩。坂。氷。島国。バス停。満員。河原。政治。国際会議。反対。逆。約束。建物。中央。野菜。このチョコレートは星の形をしている。ゆで卵に塩をかける。坂を登る。シャンパンを氷で冷やす。日本は海に囲まれた島国だ。バス停はどこですか？東京行きの電車は満員だった。
週末、河原でバーベキューをした。794年から1868年まで、京都は政治と文化の中心だった。首相は国際会議に出席した。全員が私の意見に反対した。赤い車が逆走してきた。彼とまた会う約束をした。東京は高い建物が多い。緑公園は町の中央にある。このスープにはいろいろな野菜が入っている。星の形、塩をかける、坂を登る、氷で冷やす、島国、バス停、満員電車、河原、バーベキューをする、首相、出席する、国際会議、
意見に反対する。逆に走る。約束する。高い建物。町の中央。野菜が入っている。